トゥッティフルッティトゥッティフルッティは様々な種類の砂糖漬けにされた果物が細かく刻まれたもの、あるいは複数の果物の味が合わさったように人工的に作られた香料が入ったカラフルな砂糖菓子である。トゥッティフルッティアイスクリームに使われる果物はサクランボ、レーズン、パイナップル、しばしばナッツも含む。オランダではトゥッティフルッティはドライフルーツの砂糖漬けでデザート、 あるいはコース料理のサイドディッシュとして提供される。ベルギーでは、トゥッティフルッティは、よく、デザートとして見受けられる。一般的に、トゥッティフルッティはレーズン、ザンテカランツ、アプリコット、プルーン、ナツメヤシの実やイチを含む。アメリカ合衆国では、トゥッティフルッティは、ブランデーや、その他のスピリッツに浸された、フルーツ、あるいは砂糖やイースト菌を含む液体の中で、 発酵させた果物を指す言葉として使われることもある。インドでは、トゥッティフルッティは、生のパパイヤに砂糖をまぶしたものを指す。これらは、通常、明るく着色された、小さな四角いパパイヤのかけらである。トッティフルッティで、最も一般的な色は赤、また鮮やかな緑色や黄色が使われる。これらは、ケーキ、ミルクパン、クッキー、ディルクス、ロールパンを含む、 様々なパン製造で使われる。トゥッティフルッティはまた、アイスクリームやサンデーのトッピングとして、冷たいデザートにも使われる。これらはまた、甘いパーニアサンギーとペーパーマサラにも使われる。19世紀末から1950年代後半まで、ケンタッキー州のコローナでアイスクリーム事業を実行したロイマザーヘッドは、しばしばトゥッティフルッティアイスクリームを 発明したと信じられている。トゥッティフルッティはすべての果実を表すイタリア語だが記事は一説によるとアイスクリームの名前はその発明者の娘が持っていたニックネーム当時へから由来していると主張する者も,もいる。少なくとも一冊のアメリカ料理本がトゥッティフルッティアイスクリームはアメリカで人気があったと示唆しているレシピを含む。1919年に ニューヨークで発表されたマリー・ジェンティーレによるザイタリアン・クックブックは、イチゴ、梨、プラム、アプリコット、桃、サクランボ、メロン、レモン汁、および粉砂糖を使用しているトゥッティフルッティアイスのレシピを含む。レシピの終わりには、これはアメリカで知られているようなトゥッティフルッティアイスクリームではないと書かれている。ジョージア州ソバンナのアイスクリームパーラー、レオポールズは、 20世紀初頭からトゥッティフルッティアイスクリームを提供してきたと主張している。トゥッティフルッティという用語は1950年代より前に他のレシピや食品名に使用されていた。1928年の料理本フローレンス・エーカウルズによるセブンハンドレッドサンドイッチ図はホイップクリーム、ナツメヤシの実、レーズン、イチジク、クルミ、 砂糖から作られたスプレッドを塗ったトゥッティフルッティサンドイッチのレシピを含む。これに先立ち、1888年にアダムスニューヨークガム会社が作成した自動販売機で販売された最初のガムの味の一つがトゥッティフルッティだった。ありがとうございます。